はい、ホ、えー、ワイトベース、館内放送ですね。あの、毒にも薬にもならんバカな話をします。はい。タイトル通りなんですけども。えでも、こういう話は実は一番好きなんですけども。はい。えっ、ー、と、よくね、えー、巷を騒がしている、おちんぽ騎士団とは一体何かということについてですね、えー、皆さんとお話ししていこうと思うんですけども。はい。タイトルはですね、あのー、わかりやすいようにしておきました。はい。<laughs> で、 あのー、世の中にはですね、ヒメライダーというのがいるんですよ。ヒメライダーというのはどういうことかっていうとね、あのーまあ、バイクに乗ってる女の人ですね。でそういうヒメ、まあ、ライダー、バイクに乗ってる女の人で、主にですね、SNS をやってる人たちのことをおそらく指すと思うんですけどもで、そういう人たちがですね、なんかこう呼びかけると、なんか教えてほしいとかね。あのー ツーリング行きたいとかね、呼びかけるとこう、わってこうそれにこう群がってくる人たちのことを、オチンポ騎士団と総称するんですけども、ただね、あの私、オチンポ騎士団、騎士団長としてはですね、あの一つと線を引いておきたいんですね。はいまあ、騎士団なんですよ、はい。騎士なんです。騎士というのはどういうことかというとですね、あの、騎士道精神を持ってるわけですよね。 はい、でこの既存精神とは何かというとですね、見返りを求めてはいかんのですよ。はい、で、女の人にただ優しくすべしというだけのことなんです、はい。女の人に優しくするのの何が悪いと。ね、オートバイ業界は あの非常にあの男の趣味色が強いので、女の人がね、あのそれを乗ろうと思うと、ものと思ったら趣味としてやっていこうと思うと、ですね、まあ、いろんなその壁があったりとか、ですね大変なことがあったりとかするわけですよ。それをあの、まあ、できる範囲でね、できる範囲でお助けしようじゃないかというのが、あのオートバイの世界のチンポキシダ団精神なんですよ。はい、だかからねなんかあの 会おうととしたりとか、ね、あのどっかでこう一緒に会うことを前提の話をしたりとかなんかそういうのはねダメなんですよあの局部もろ出しの写真を送りつけたりとかねあのなんかこう見返りを求めたりとか自分の性的な欲求を満足させようとしたりとか とにかくその、だって不審者っていう自覚がないわけだから、会おうとするっていうのはね、ダメ。それはね、あの、ダメなんだよ。そういうやつね、よくいたし、大体ね、そういう人はね、あの、こう他人に対してすごくこう、なん、なんつうの、あの、自分はそういうやつじゃないみたいなアピールがものすごいのね。で、偉そうなこと言ってみたりとか、あの、アイドルイベントの運営に対して、すごいこう、上から目線でこ、 ねクレームを送りつけたりとかねあのそういう人たちいるんだけどさあのでこで出てくるのはダメなんですそうやってねそうじゃないおちんぽ騎士団はあの見返りを要求せず困ってる人がいたら助ける助けたら立ち去るね立ち去るところに美学があるんだよね。 まあ、それはソーシャル上でもそうなんだけど、なんか困ってることがあったら教えます。教えてこう書きます。どうしたん、俺行こうかじゃなくて。書いたらもうそのままこう、スッとこういなくなるっていう。それがね、あの一番いい。だから DM とかでね、もっとじゃあ詳しく教えるんで家とか教えてくださいとかそういうのを言ったりとかっていうのはねあの、あかんわけですよね。昔ね、僕の友達を成りすました人とか、僕の成りすましとかが、 いまして、ね、で、すねそういう感じのね、あの親切にしようかの切り口で、関東から北海道まで行ったやついましたね、その女の人のところにねで。そういうのとか、逆にその関西からこっちに来たりとかね、あのすごくあった。あのもういろんな手を使ってあのやってやろうという人たちいて、例えば僕が一緒に来る飲み会をやると。 で僕が一緒に来るツーリングをやると。で、当日になったら、二宮さんなかなか来ないっすね。電話するふりして、あ、ちょっと今ドタキャンになっちゃって、とか言って。で、結局二人っきりになるとかね。なんかそういう手を使ってきたりとかっていうのはあったらしい。ね。まあ、よくないよね。はい。なので、まあ、僕はね、あの、なんでこんなことをね、言い出したかっていうと、なんかその、 おちんぽ騎士団のイラストみたいなのがあるんですよ。もうなんか、あの、あ顔がチンコで、こう、両手がチンコみたいな。で、その顔の部分に僕のことを、僕をコラにしてるて映像、画像がね、あの、結構あちこちに貼られてて、ああ、俺こういう風に見られてんだ、と思って、あの、だったらもう自分の方から名乗ってみようかな、と思ってやってみたら、そう、なんかね、僕が喜んでるって分かったら、こう、パタッといなくなっちゃったよね。はい。うん、なんかね、面白い話だけど、はい。 だからねあのあ、まあ、基本的に別に女の人だからっていうのはないと思うんだけどあの、まあ、男だとさ扱い雑になるんだよねやっぱそれはもうあの別にバイク業界限らずですよあの普通にそうだよだってさあの男子弁なんでさパーテーションすらないしさ適当にこう小便器並んでるだけでしょ であとはね、男は別に転んでもさ、痛いって言っても我慢しろ、つばつけとけ治るみたいな感じでさ、男って基本的にその扱いが雑なんですよ。別に扱いが雑でもいいし、あのあんまりそこで、なんつーの、あのきちんと丁寧にないよねよみたいなことをさ、そもそもやりたくねえじゃん。もう,もう適当でいいみたいなさ、あのところがあるでしょ。男はね、だからそういう扱いになるっていうのは、もうある程度もうしょうがない。文化だから、それは。 だけど女の人ってのはやっぱそうじゃないからあそういうところはねあのバイク業界としてもあのちゃんと保護して守っていくというかですね優しくしていく必要は僕はあると思うし男についてじゃあ同じ扱いにならないのはなぜかって言ったら同じ扱いにはならないにせよやっぱりそのアドバイス的なことってのは僕もするしメール来たらなるべく返事返してるしでそれに対して別に男だろうが女だろうがって確認もしようがないからね。 あのー、答えられる範囲だったら返してますね。これすぐ返した方がいいなっていうのを返すし、時間がない時は返せないし、そういう感じです。はい。だから、おちんぽきし団長は両党使いです。はい。実際に両党かどうかは、あのー、違います。はい。<laughs> それ両党ではないけどね。はい。ね。 まあだから別に恥ずかしがらずにいろいろ教えたりとかしていいと思うんだけどただその絡みたいがダメにさ全然か全然違うことってか全然その正しくないことを書いてる人とかもうすげえいるんだよねだからおチンポ騎士団がすごい群がってるそのヒメライダーのリプライなんか地獄絵図になってたりとかしますよ <laughs> うーわめっちゃくちゃ書いてあんのこれと思って <laughs> そういうのはすげえある まあ、かといってね、そこで俺が一番正しいんだっていうのも、やっぱみんな言ってる世界だから、から結局ソーシャル上で答えを求めるっていうこと自体があまりそのね、確実ではないんだろうなっていうのは、まあ、それを見たら分かりますよね。 一番僕はね、お淳峰騎士団でかっこいいと思うのは、例えばこう立ちこけしてたりとか、困ってる女の人がいたところで、ふっとこう助けてであの、もう大丈夫ですってなったら、じゃあってこう、そのままこう、はっとこう名乗りもせずにこう、ブーンってこう去っていくっていう、ね、それはやっぱかっこいいんじゃないかなと思うよね。 で、それをブーンって俺は立ち去ったんだみたいなことを、あの、一生懸命こう自分で書いて、あの時の人、こう、あの、ね、連絡ください、お付き合いしましょうみたいなのを一生懸命、こう、奏者にこう、貼ってたりとかしたら、まあ、それはそれで面白いなと思うんだけどさ、はい。<laughs> そんなやついるから、わ <laughs> かんないけど、はい。ね、なかなかそういうのも、まあ、うまくいく時もあるんだよね、なんか、お互い。 お互いね、その好みだったらね、あのうまくいくときもあるんだけど、今までなんかそういうソーシャル上っていうのの、そのバイクの男女の出会いっていうのがうまくいったケースは、ケースはまあ、この十,十数年バイクやってるけれども、一件しか見たことないな。うん。一件しか見たことない。大体お互いの勘違いで終わっていくよね。大体女の人はね、みんなあのいい人だからって言うんですよ。 みん、ね、ない人だからみんな人だからって言うんですよ。男の人で、ね、もう何,何考えてるかわかんないけどとりあえず目が血走ってんだよね。<laughs> なんかすごいすげえ勢いだったりとかしますね。はい、ただまあヒメライダーたちにいつも言うんだけどあのー、分かってほしいのは男は全員やりもくだしあのネットでいい人だからって言ってこう。 あったりりととととかするとですす、ね。すするででね、いいいことはほとんどなな、はい、下手すれば死亡事故になりますので、あのー、バイクに詳しいお友達ねと思うかもしれないけどそのバイクに詳しいお友達はバイクに詳しいふりをしているだけの可能性が大いにありますじゃあその人何台バラしたことがあるのかと何か資格持ってるのかとなかどういう経験があるのかとそれ自体が全部その確認できないわけだからね あの自分のバイクとか数台しかバラしたことないのに、こう汚れたつなぎ着てヒゲとか生やして、あの、すごいできるっぽく、あの、バイクなんか見ただけで状態わかるだよ。わかるだろうよ。お前もプロだろうがよ。みたいなこと言ってくる人たちっていっぱいいます。はい。大体そういう人たちの、あの、経験だ人、経験人数じゃない経験台数は、あの、まあ、二桁以下ぐらいじゃないかな。はい。まあ、正直、三桁は超えてこないと話にならないよね。なんかそういうふうには思います。 し、で、ね、あの、俺はバイクに詳しくてとか言ってる人たち、バイクに詳しい体でいろいろ言ってくる人たち言ってることっていうのは、もう大体なんか机上の空論というかですね、あの、理想論がすごくてですね、まあ一回サービスマニュアル見たことがあるのかな、ぐらいな感じで言ってくるだけの人たちがほとんどなので、あの、で、しかもそういう人たちが複数群がっていじったバイクなんか怖くて乗っちゃダメ、乗れない、乗っちゃダメですね。だどこのボルトが緩んでるかもわかんないし、誰がどこ閉めたかもわかんないわけだから、そんなものを乗っちゃあかんわけですね。 なのでオ、えー、チンポ騎士団としてですねやっていくためには、ですね本当のオチンポ騎士団を名乗るのは、ですねあの非常にそレベルが高い話なんですよ。はい おチンポ騎士団は、おチンポ使っちゃいかないです。いけないわけですね。はい。<laughs> なんでなんかだんだん話ずれてきましたけども、はい。そんなわけで、はい。皆さん、あのー、毒にもくる、苦痛にもならん話でした。あのいや、お酒は飲んでないです。はい。忘年会ほどほどに。僕、78キロまで来ました。はい。大変です。はい。失礼します。